おっす、ミスター M さん、メッセージありがとうございます。ニンニクね、しっかりと取っていきたいと思います。でちなみにニンニクは多分チューブのやつじゃなくて、こうね、すりおろしの生のやつなんじゃないかなと思いますけども、まあね、ニンニクね、食べる機会あまりなかったんで、ちょっと試してみようかと思いますね。で、肉まんはもうシーズンじゃないんですけども、今は一年中ありますしね。肉まんか、久々に食べてみたくなりました。じゃあ食事にはその辺を気をつけることと、あとプロテインをね、しっかりと飲むこと、サプリメントもそういった、まあ、体力回復、こういったものを中心に選んでいこうかなと思いますね。で、ちなみにね、最近ね、牧人がちょっと手進んできたんですよ。で、あのゴテのやつがあるんですけども、あれを、まあ、1日10本とかね、20本とか、場合によって100本とかを目指して型を固めていきたいかなと思います。私の場合はあのどちらかというとね、この年からはあの、まあ、護身術といいますか、まあ、体力も維持しながらなんですけども、これからね、治安が悪くなってくると思うんですよ。特に20年後とか30年後、非常に悪くなってくるんじゃないかなと思いますね。まあ、ですけど、そういう時にも、まあ、屈強な暴漢とね、悪いやつとね、戦えるような体で、まあ、身を守っていきたいかなと思います。まあ、少なくとも鍛えてるっていうこと自体がその防御効果になる方もなると思いますし、なんかね、やっぱこうやってるっていう自信も大事ですよね。それとか型とかね、普段から型をしっかりとできているととっさの時に出ると思いますしね。特に防御の型とか護身用の攻撃ですよね。で、あの例のマスター G、 やっぱいいですね。英春剣、牧人買ってよかったと思ってます。まあ、あのハンガーラックは、ハンガーラックじゃないや、あのパワーラックはね、我が家にはありませんけども、その代わりあの牧人で体をしっかり鍛えたいと思いますね。それから、まあ、外をね、しっかりと歩くこと、ダッシュ、ヒート、この辺でお腹が出ないように気をつけようかなと思います。それではいつも動画ありがとうございます。